ちゃう？卵さんね。はいはい。ツンツンのツンツンの新しい毛がいっぱい生えてます。毛が生え変わってんのかな。硬い毛というんですかね。ツンツンの硬い毛が束になった毛が生えてて、これが取れるとふわふわな毛になります。これ中のね、見えるかな。これ周りが覆われてて、これが剥がれるところには白い粉がね、プロ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 ってなって、剥がれる頃にはふわふわの毛が出てくると。見た目気持ちいいね。次に今日はいろんなところを紹介したいです。まずはこういうね、毛と皮膚、こんな感じで皮膚があるわけですね。毛もこう生えて、そしてまずじゃあ目ですね。すごいですね、この目を目も触らせてくれる。なかなか、あー、タマさん行かないで、おいで、はい、ほら撫でるで、頭撫でるよ。卵おいで、おいで、来た卵、来て、行くよね。そして鼻もあります。匂いはどこまで匂いてるんだろう、鳥は。そして口、くちばし、よし、くちばしもこうやってすごい猿。そしてあまり見たことないであろう耳っすね。耳、ここに耳の穴がほっぺたらへんにあるってことかな。爪はこっちが黒くて、こっちは白い。ああ、行かないで、行かないで、はいはいはい、おいで、おいで、おいで、はいはいはい。そして、あ、黄門様、黄門様ですね。そしてこのね、お尻のとこからこの尻尾にかけて、このまだら模様があるのがメスと。よいしょ、ね、羽がまだね、まだ右羽が、ね、触ったので全体を整えております。なんかこんなに触らせてくれるんだというね、カメインコびっくりでございます。卵おいで、ねえ、いい子やね昨日よりだいぶ出てきてくれるようになったね。巣の中ではね、このケージの中では飛んだりはしないですね。全部壁を伝って歩いていくっていう。それもちょっと普通のインコとかだと中でぴょんぴょん跳ねたりね、飛んだりするんですけど、オカミインコはこの中壁伝って歩くと。飛ぶことはほぼないですね。あとオカメパニックっていうね、言葉があるぐらいオカミインコはすごいビビりで
地震とかあった時はこの中でバサ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 っつってパニックを起こすと。超ビビリ野郎です。だからよく中にね羽が抜けてたり、まあ危険なんでね、もちろんパニックならない方がいいんですけど。そしてやっぱ特徴的なこのトサカ、これですね。トサカで結構感情が分かったりします。え何とかね、警戒してる時はこれがピーンってなったり、落ち着いてる時はこれがキュッてなってたり、なんとなくそれで表情が分かりますね。そして撫でられるのが大好きね。でメスは背中を撫でたらまた発情しちゃうのでダメ、頭だけですね。人間に恋をしたり、あとなんかおもちゃにも恋したり、鏡に映ってる自分にも恋したりと発情しちゃうのでね、気をつけなきゃいけないと。触ると体が痒いんでしょうね。はいはい、亀面白いですね。かわいいね。こんな人間に触らせる、あなた急所を敵じゃないんかい本来。気を許してくれてんのかな。ビビリだけど、はい、はい、うん、ありがとう。はい、ゆっくり慣れていきましょう。お、いいね、広げて、はい、ありがとうございます。今度はねまた飛んでる姿をお見せしたいと思います。さよー。